これから三船銃弾に挑戦する講談社の係勝負であります。勝負は稽古と違って先に一本取った者が勝ちとなります。先方は泉山六段。左跳ね腰、続いて背負い、また跳ね腰、背負いと真っ向から攻めますが、銃弾巧みにかわして避けます。銃弾の巴投げが決まりました。次は草薙七段。送り足払い、続いてもう一つ送り足払い、一本背負いと思い切った技をかけています。左大外巻き込み、巴投げを銃弾鮮やかに逃げました。銃弾の横分かれが決まりました。3人目、本部七段です。大車、また腰技に行きましたが、銃弾軽くさばいています。銃弾の肩車が決まりました。次の対戦者は菅田七段です。左の払い腰、送り足払いと攻めていますが、銃弾の浮き技が見事に決まりました。北林八段。小柄の北林八段は大車、支え釣り込み足と俊敏に攻めていますが、銃弾は軽妙に受けております。銃弾の横掛けが決まりました。白井八段。白井八段は足払い、内股、跳ね腰、さては払い腰、また巴投げと豪快に攻めます。銃弾の肩車が決まりました。伊藤八段。伊藤八段は腰技、背負いに攻めようとしますが、銃弾寄せつけません。出足払いが決まりました。最後は佐藤八段であります。膝車、足払いと攻めています。
10段の大車が決まりました。柔道の姿の美しさは身のこなしに無理がないからです。言い換えれば正しい心の持ち方によるのです。中心気質こそ柔道の真髄であります。